九州共立大学体操競技部友廣和夫です。小学校1年生の頃から体操を始めて九州共立大学のスポーツ学部に入学して続けています。何事にも一生懸命取り組むようになり目標を達成する力が身につきました。今はキャプテンとして自分が一番に練習をしてその周りにいい影響を与えれるようにしています。目標は全日本インカレで6位以内に入り全日本団体選手権大会に出場することです。そしてコーチングのスキルを身につけてジュニアの人たちに指導できるようになりたいです。自由が丘高校の頃からここで練習をして慣れ親しんでいました。施設も広くて器具も充実しているのが魅力です。指導者も優れていて全日本についていってるトレーナーさんがいてその人のおかげで体についてのケアに詳しくなりました。一日の練習メニューを自分で決めることができそこで自分の弱いところを強くすることができるので自主性につながります。この大学はスポーツや体を動かすことが好きな人に最適です。